今日暇？私と遊びに行かない？ずるい！じゃあクリスマスは私と。みんなで遊びに行こうよ。ね、喧嘩しないでさ。何がクリスマスだ、何がサンタだ。俺の名前は吉田ヒロ、年齢イコール彼女いない歴の大学生だ。もう池杉くんったら素敵なんだから。クリスマスホルムベジー。恋人いないくらいで大げさな。俺は恋人がいないことを焦らすような街の雰囲気が大嫌いなんじゃ。まあまあ落ち着けよ。お前をボッチマスにはさせないから。一緒にクリスマスパーティーしようぜ。こいつは山田翼、大学入学からの付き合いがあるやつだ。同じ漫画研究会に所属していて、マイナーすぎる漫画で意気投合。長年の親友じゃないかというほど仲良くなった。せめて他にも上司よ。あ、ランちゃん。あ、どないしたん。彼女は天心ランちゃん。漫画研究会に所属している彼女は俺が唯一接点のある女子なのだが。ランちゃん、一緒にクリスマスパーティーしない？あ、すまんな、うちクリスマスは用事あるんや。え、ランちゃんもリア充だったか。顔めっちゃ怖いで。ちょっと落ち着き。というわけで今年も僕と二人きりだな。へえ、今年も男だけのクリスマスパーティーか。いつになればドキ、やろうと二人きりのクリスマスから脱出できるんだ。そう言うなよ、楽しいだろ。僕とのクリスマス楽しい。じゃあいいじゃん。それとこれとは話が別なんだよ。はいはい、わかったわかった。じゃあクリスマス当日はよろしくな。とりあえず早速準備しようぜ。翌日、店内どこもかしこもクリスマス一色だな。そりゃもうクリスマスだからな。クリスマスホラブベシだから、その像をどうにかしろって。じゃあ俺の像を沈めるためにあれ来てよ。あれって、女物の三体装じゃないか。こういうのを彼女に着てほしいんだよ。それに翼は線が細いから似合うんじゃね。なわけあるか。いやでも、あんまり見るなよ、恥ずかしいだろ。おい、妄想してんじゃねえよ。ふざけてないで、さっさとパーティーグッズ買うぞ。意外とありかも、翼の三体衣装。なんか言ったか。なんも。このままクリスマスまで男二人でパーティー準備が進むと思っていたのだが、数日後俺にある変化が起きた。じゃあ、うん、またね。お前が女の子と喋ってるとか珍しいの。何喋ってたんだよ。今度一緒に遊ばないかって誘われたんだ。はい、二人で遊ぶの、いつ。まだ決まってない。へえ、あ、そう、お前に彼女できちまったらクリスマス一緒は無理だな。何焼いてるんだよ。安心しろ、恋がないのは分かってる。あ、言ってて目から死ぬか。ひで、俺がモテないって現実突きつけてきやがる。ごめんって、飯おごってやるから泣くなよ。ラッキー。じゃあ俺焼き鮭定食な。おま、嘘泣きだったのかよ、さっきのなし。なしがなし、この野郎。俺には友情しかない、そう思っていたのに。なぜか話しかけてくれた女の子から積極的に連絡が来た。これはモテ期、完全に俺の時代がやってきた。浮かれすぎだろ。だってクリスマスに彼女できるかもじゃん。おい、僕との約束はイブで埋め合わせする。そういう問題じゃなくてさ、ま、お前が幸せなら応援するよ。サンキュー。やべえ、これは今年脱野郎だらけのクリスマスか。浮かれていたある日。さてと、今日もあの子に連絡して。ないない、ありえないって。じゃあなんで連絡取ってるの。あ、この声は。だから
彼に近づいたのは翼くんと仲良くなるためだって。まずは外堀から埋めるのが大事でしょ。っていうかもういっそ二人とも可愛がっちゃいたい。肉食だね。ああ、いやね、そんなことだろうと思ってたけど、実際聞くとちょっときついな。あのさ、僕の友達のこと悪く言うのやめてくれる？翼くん、あいつは僕の大事な人なの。だから申し訳ないけど、僕の大事な人を思いやれないことは遊べないな。ごめんなさい。で、いつまでそこにいんの？気づいてたのか。そりゃね、頭隠してなんとやらだったよ。マジかよ。あのさ、ありがとな、かばってくれて。別に、僕の大事な人なのは事実だし。翼、ありがとな。やっぱり持つべきものは親友だぜ。おい、くっつくなよ。いいじゃねえか。まったく。それから数日後、ウエス、みんな、翼、意外と似合うやん。ふざけたこと言ってんじゃねえ。めっちゃ可愛いね。さすが翼や。僕の服返せよ。こんなとこにあいつが来たら。もう来とるで。ふ、何やってんの？サークル室にあったから着せたって。もうランちゃんやりすぎなんだよ。ああ、マジかよ。なんでこんなに似合ってんだ。やばい、上すぎてんのか。なんかドキドキしてきた。なんだよ、なんか言えよ。黙るな。え、ああ、似合ってる。はあ、うるせえ、見るな理不尽。なんでこんなに男相手にドキドキするんだよ。翼は男だぞ、男。数時間後、散々な目にあった。ランちゃんの着せ替え人形になってたな。お前も助けろよな。そうは言っても。あ、雪だ。傘あるぞ。サンキュー。ああ、寒い。独り身には応える寒さだな。こんな時に恋人がいたら。ヒロ、寒いの？じゃあ私が温めてあげるよ。近いって。ヒロは照れ屋だな。これからもっとすごいことするのに。それって。いいでしょ、もうずっと一緒にいるんだし。あ、翼、俺たちまだ。翼、ヒロ。うわあ、なんだよ、いきなり。なんでもない。おいおい、なんて想像してんだよ。翼は男だってば。変な妄想に時々襲われつつも、翼と一緒にクリスマスの準備を進めていき、ついにクリスマス当日がやってきた。よ、来たぞ。いらっしゃい。お邪魔します。うわ、悪い、プレゼント忘れた。いいよ、期待してないし。ひどいこと言うな。くれるなら彼女くれ。彼女な。はあ、女の子とクリスマス過ごしてよ。うだうだ言ってねえで、パーティーすっぞ。はあ、食った、飲んだ、最高だな。あんてか、お前なんでずっとコート着てるんだよ。脱げば。いや、あのこっちにもいろいろあってだな。いろいろってなんだよ。あのさ、お前彼女欲しいんだよな。欲しいが、できない俺に対して何の確認だ。いや、だからさ、プレゼント忘れたけどさ、お前の欲しいものはあげられそうっていうか。はあ？何お前、いきなり帽子とかかぶり出して。彼女だよ、彼女。プレゼント忘れたし、欲しいのは女の子だろ。だからさ、代わりに僕でいいか。え、お前何助走してんだよ。騙されねえぞ。その胸だって偽物だろ。確認してみろよ。え、ほら。うわ、本物。そうだよ。はあ、意味がわからん。とりあえず今日は帰って。え、おいヒロ。衝撃の事実を知ってから、俺は翼との距離感がわからなくなってしまった。今まで俺たちの関係は
男同士ゆえの距離感だったからだ。男女の距離がわからない俺は自然と翼を避けてしまっている。このままじゃダメなのわかってるけど、信じられん。翼が女の子だったなんて。なんで翼は性別のこと黙ってた？なんで何も言わなかった？この3年間ずっと俺のことからかってたのか？違う、翼はそんなやつじゃない。だったら逃げ回ってるだけじゃダメだよな。わからないなら本人に聞くまでだ。翌日いきなり呼び出してごめん。でもずっと避けてるのも嫌でさ。あのさ翼、なんで今まで女だって黙ってたの？あ、黙ってるつもりはなかったし、騙してたつもりはなかった。もともと僕はボーイッシュな格好が好きだったから、まあ勘違いされても仕方ないんだけどさ。確かに最初から俺は翼のことを男だって思い込んでたもんな。僕さ、オタク趣味があって気があって同じ時間を共有してここまで心地よく一緒にいられる相手初めてだったんだ。だからヒロとずっと一緒がいいって思ってるうちに友情が愛情になっちゃってた。でもこのままじゃダメだって思って女だってこと言おうと思ったんだ。だけどちょうどその時ヒロが、お前といるとすごく楽、やっぱり同性の友達って最高だなって言ってたから言い出せなくなったんだよ。俺の吸ったことかい！言い出せない原因俺だったのかよ。友情が壊れて隣にいられなくなるくらいなら黙って男のふりをしてようと思った。だからわざと胸が小さく見える下着とかしてたんだ。でもこのままだと大学卒業して離れ離れになる。それが嫌でラストチャンスにかけたくてこの間みたいな行動をとった。今まで騙してごめん。話してくれてありがとう。俺も勝手に勘違いして悪かった。気にしないで。あのさ、また友達として仲良くしてもらってもいい？あ、もちろんいいに決まってるだろ。ありがとうヒロ。正直俺はこのまま居心地よい関係が続くと安心した。しかし翼、何その格好？ボーイッシュな格好のままだと距離感が前のままになっちゃいそうでさ、だからちょっとイメチェンしてみたんだ。ほら、男同士じゃなくなっちゃったし。そっか。とにかく講義行くぞ。やばい、こんなに可愛いとか、女の子って意識した瞬間ドキドキするとか。どうしたの今？手が。何言ってんだよお前、こんなことで恥ずかしくなるなんて。なんだよ。可愛いじゃんヒーロ。距離が近いってば、くっつくなよ。やっぱり恥ずかしいんだ、ドキドキするわけ。からかうな。もう友達相手になんでこんなに緊張するんだよ。そのドキドキは翼といる限り止まらなくて、俺は自分の感情がさらによくわからなくなっていた。しかし問題はそれだけじゃなくて、なんだよあれ、あいつの隣は俺のはずなのに他のやつにニコニコしすぎじゃねえの。翼が女の子らしい格好をしだしてから急にモテ出したのだ。何ムスッとしてるんや。別に。なんか複雑そうな顔しとったで。いや、俺は友達なのにさ、女の子だって分かって恋するとかおかしくない？でもまあ確かに男だって思ってた時もちょっとドキドキしてたけどさ。もういじいじしよってからに。そんな風にくすぶっててええんか？え？ほらあれ見てみや。翼、すごく可愛くなったね。前からずっと可愛かったけど。そう？なんだか照れるな。ありがとう。照れてる姿も素敵だね。もうそういうこと言うのなし、恥ずかしい。
なんだよあのイケメン、ずいぶん慣れ慣れしいな。池杉くん言うらしいで、最近仲良くなったみたいよな。最近仲良くだ？なんかすっげえムカムカしてきた。あ、気づいた？気づいちゃった。やっぱり俺翼のこと。あ、いやでもこんなの今さらだよな。今さらって何？え、恋心に今さらとかそういうのないやろ。気づいたんやったらしっかり伝えな損やで。ロンちゃんありがとう。俺翼に気持ち伝える。そう気持ちを決めた翌日、なぜか俺は池杉に呼び出されていた。な、何この状況。君さ、翼の友達だよね。そうだけど。ただの友達ならさ、って聞いてくれないかな。は？俺翼のこと狙ってるんだよ。だからやだ、俺だって翼のことが。今更？え、長く一緒にいて女の子だって気づかなくて、女の子だって分かった瞬間に好きだって。何それ。それはその都合良すぎるんじゃないの。翼の気持ち考えた。自分勝手にあの子の気持ち振り回さないであげてよ。分かってる、都合がいいってことくらい分かってる。でもそれでも俺は翼が好きなんだ。傷つけたことは謝っても許されないと思う。それでもこの気持ちは嘘じゃない。俺は翼のことが大好きだ。だ、そうだよ。え？ヒロ翼、今の聞いてて。うん、全部聞いてた。っていうか、なんでここにいるわけ？どういう状況？狙ってるって言ったのは葉っぱをかけるためだから。意地悪いってごめんね。翼は俺が呼び出したんだ。ちょっとね、翼も君も見てられなかったから。とは言ってもこれはランちゃんからの提案だけど。ランちゃん？大事だからって気持ちや正体を隠すなよ。きちんと向き合いな。近すぎて見えなくなってるもんもあるだろうから。じゃ、池杉、実はめちゃくちゃいいやつだったのか？翼。ヒロ。あのさ、本当にごめん。俺、自分の気持ちが分からなくなってて、この前やっと自分の気持ちに気づいて、今更だって分かってる。それでも俺は本気で翼が。僕もヒロが好き。だから友達じゃなくて親友じゃなくて恋人になって。あ、もちろん一生大事にするから。こうして俺と翼は結ばれた。後から聞いた話だが、池杉とランちゃんは友人だったらしく。うじうじしとるヒロ見てられへんかったしな。それに前から翼に恋愛相談を受けてたから、二人の幸せのためにランちゃんが提案して俺が乗ったってわけ。協力ありがとうな池杉。役に立てたなら何よりだよ。ということらしい。二人のおかげで俺たちはラブラブカップルとして過ごすことができている。そして俺たちは大学を無事に卒業して就職した。それからも円満に恋人関係は続き、数年後。何？改まって話があるって。あのさ、翼。だからどうしたの？お腹でも痛い？そんなことで呼び出さねえよ。じゃあ何なんだよ。一生大事にするって言ったじゃん。その約束をきちんと守りたくて。あ、それってどういう意味？俺と結婚してください。一生大事にして愛すると誓います。僕もヒロのこと大事にする。愛してるヒロ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画